昨日試合終わりまして、まあ、次の大会に車で向かうんですけども、まあ、その途中に聞いたことあると思うんですけど、ナイアガラの滝っていうね、まあ、世界で一番大きいのかな、水の量が多いのか分かんないけど、まあそれがあって、まあ、アメリカとカナダの国境の境にあるんですけど、まあ、カナダ側の方が見えがいいということで、車でカナダ側に渡ってこれからちょっと見ていきます。まあ、ちょっとね、ちょっと寄り道シリーズということで、まあ、前回はビバリーヒルズでしたけど、まあ、せっかく GoPro も買ったんでね、とりあえずちょっと綺麗な景色でも撮れればなと思ってます。まあそんな回です。景色をお楽しみください。Konnichiwa. You gonna go down? I don't know. I don't know. めちゃくちゃ綺麗でした。やっぱすごいですね。まあ、なんかちょっと人工的に加えられてるみたいで、世界遺産には登録されてないらしいんですけど、まあそれでもやっぱすごいですね。まあ、全然テニス関係なかったですけど、ぜひ皆さんにこの景色をお届けしたかったんで、何本かに1回あるちょっと寄り道シリーズということで、次回はどこだろうな、わかんないですけど、まあこんなのもぜひ楽しみにしといてもらえたらなと思います。まあそれじゃあ明日からまた練習頑張っていきます。Poquito. Poquito? Sí, poquito peligroso. ¿No seguro? No sé. ¿Sí? No seguro. No seguro. ¿Dónde está la casa? No sé. No sé. Sí. What if car is coming from other side? I don't know. Then we don't play a tournament. That's so scary. It's remind of Cancun.